はい、こんにちは、チチチャです。今回はマムタルトさんの鑑定武器のライトボウガン、黄金の石弓雷がうまく使えば非常に強力だったのでご紹介したいと思います。またムヘトさんの覚醒ライトボウガンでの数値とも比べつつ、グレンタギルバゼルギウスで実践したいと思います。装備ご紹介します。使用します武器は黄金の石弓雷です。今回ご紹介しますのは氷結弾運用なので氷属性ライトボウガンとしてご紹介します。この鑑定武器は装備スキルで会心撃属性が発動します。通常会心攻撃が発生しても属性ダメージは変動しないんですが、この会心撃属性のスキルがある状態で会心攻撃が発動するとライトボウガンの属性ダメージが 1.25 倍になります。新会心撃属性が 1.4 倍なので、それには随分見劣りはするんですが、武器にそのままついているので装備スキルの幅がかなり広がります。ちなみに会心撃属性と新会心撃属性は重複しません。強化パーツは反動抑制パーツが2つ、リロード補助パーツが1つ、弾丸重化パーツを1つ採用しています。反動抑制パーツ2つで氷結弾の反動を抑え、リロード補助パーツでリロードを速くしています。また弾丸重化パーツで氷結弾の威力やヒット数を上げています。氷結弾の装填数はムヘトさんの覚醒武器と同じく装填拡張を発動させた状態で7つ装填できます。ムヘトさんの覚醒武器も今回ご紹介する鑑定武器もグレンタギルバゼルギウスにうまく通すと両方とも300弱ぐらいダメージが出るんですが、ムヘトさん覚醒武器の方は反動が中、リロードも中なのに対し、今回ご紹介します鑑定武器は反動もリロードも小なので、ものすごい速さで連射することができるんですよね。なので DPS 時間あたりのダメージ量はスキルを突き詰めれば鑑定武器に軍配が上がります。ただレア装飾品が必要になってしまうのと、ジンオーガなどの体格の小さいモンスターに対しては安定して貫通ヒットをさせるのが難しいので、覚醒武器の方がダメージが安定しがちです。ただこれはプレイヤースキルによります。とはいえ氷属性に弱いモンスターはアンイシュワルダやタキリハゼルブラキディオスなど体格がいいモンスターが多いので、このライトボウガンも1本作っておいてもいいんじゃないかなとは思います。カスタム強化は属性を3回と余りで防御1回、パーツ強化は5回会心2回属性です。ライトボウガンのパーツ強化は5回までは属性強化がないので、それまでは会心にガン振りしています。カスタム強化に関してはライトボウガンにまだ慣れていないという方は防御と属性を抜いて回復に回してもらうと快適になります。この装備侵入脈覚醒が発動しているので、攻撃を外し続けるとじわじわと死に近づいてしまうんですよね。ただ慣れている方がうまく通せば自動回復のおかげで全く気にはならないと思います。スキルです。シリーズスキルで侵入脈覚醒を採用しています。このシリーズスキルは抜刀中会心率が 40% 上昇し、属性値が150上昇、さらに属性値の上限が上がります。ただし攻撃をするごとに自分にダメージを受けるようになってしまいます。とはいえ一定回数モンスターに攻撃を当て続けると体力が一定値回復してくれます。この会心率 40% 上昇と属性値の上限が上がるというのがめちゃめちゃ強いんですよね。元の会心率が 15%、 パーツ強化で 5%、 侵入脈覚醒で 40%、 挑戦者レベル5でモンスターが怒り状態の時に 10%、 渾身でスタミナがマックス状態の後5秒間維持すれば 30% なので、 100% の確率で会心攻撃が発動します。会心攻撃が発動すると超会心レベル3のおかげで物理ダメージが 1.4 倍、会心撃属性のおかげで属性ダメージが 1.25 倍になります。必殺をつけなくても会心攻撃が発動するというのが楽でいいですよね。念のためパーツ強化を攻撃にガン振りして攻撃レベル4を採用したバージョンとも比較はしたんですが、こちらの方がダメージが出るのでこちらの構成を採用しています。逆恨みで体力に赤ゲージがある状態の時に攻撃力が上がります。侵入脈覚醒を採用しているので、この逆恨みは戦闘中ほぼ発動し続けます。装填拡張で一度にリロードできる弾の数を増やしています。
今回は弾丸節約は不採用としました。これすごい悩んだんですけど、弾丸節約があればリロードする回数が減るんですが、弾丸節約分を火力スキルに振ると当然なんですけどダメージが著しく上がります。もともと一度に込められる弾の数が多いこと、リロードが中ではなく小なのでリロードの隙が少ないことを顧みて私は不採用としました。これは好みもありますよね。一応両方作って試してみたんですけど、 DPS に関しては弾丸節約を採用していない今ご紹介している構成の方が安定して出ます。装飾品です。解放体力が2個、逆成就2などちょっと要求難易度が高いですよね。ただこれ動かしちゃうと結構ダメージが落ちちゃうんで、それなら以前ご紹介しましたムヘトさんの覚醒武器で装飾品が足りないなりに火力を落として組んだ方が意外と安定してダメージを出すことができます。あと付け替えるとすると、この逆上系を外していただいてパーツ強化を5回攻撃に振っていただいて攻撃レベル4を発動させると回心率 100% で攻撃をし続けることができるので、そこまでダメージを下げずに運用することは可能です。重ね着です。ウーロンローゼテルマエローゼになってます。まあ普段着チックですよね。ちなみにライト防寒自体の重ね着はギルドパレスです。まあ、今回の構成は装飾品が揃ったら最終的に持ち帰るライト防寒と考えていただければなと思います。それでは実践です。報酬で重鎧玉の排出数が増えた訓化大全にやってきました。これ昨日もプレイ動画は出したんですが、覚醒氷速射ライトボウガンでさっくりやって6分ちょいぐらいでした。私のプレイヤースキル次第ではありますが、今回の単発氷ライトボウガンであれば5分は普通に切れるんじゃないかなと予想してます。よっと、石ころ拾って不動の装備着て張り付いて、よいしょ、まずは壁ドンから。弾の通し方なんですけど、頭から尻尾にめがけて撃つか、尻尾から頭にめがけて撃つか、横から翼を貫通させるかになると思います。で、私はねこうやって縦に頭から撃つことが多いです。と言いますのも、今回スキル構成で渾身を採用しているので、なるべく歩き避けをしたいじゃないですか。そうなるとグレンタギル、バゼルギウス、こう真正面にいると綺麗に歩き避けで避けきれるので、私はこうやって真正面から撃ってよっと、その後この攻撃を避けたら尻尾側からも撃つみたいな感じで立ち回ってます。しびれ虫かご、やった、オッケー。ちょっと張り付きます。よいしょ。この装備傷をつける必要性は全くないんですけど、よっと、スリンガーがね猫が多分そろそろ寝かしてくれると思うんで、スリンガー確保のために今よっとクラッチヒルミに攻撃をしに行きました。全然よろけてる間にこうやってねきっちり貫通していただいた方がダメージは出たりもするんじゃないかなと思います。いやー、いいダメージ出ますね。よいしょ、ほい、尻尾いきます。尻尾がねこうピンク色になってるんで、このままたくさん攻撃を続けると、ほう、大ダウンが取れるんでね。よいしょ、ちょっと尻尾を狙っていきたいんですけど、暴れるな弾がよいしょ、ナイス。あ、寝ました。寝るまで遅かった。やった、可燃石いきまーす。いいよ、壁ドン、よっと。壁ドンのねダメージも大きいは大きいんですけど、よっと、このね一発あたりのダメージを考えるとそこまで大きくはないんですけど、ただあのダウンしてるのがねやっぱり強いので、お、ほい、よっと、スリンガーちょうだい。きっちりクラッチ攻撃は、壁ドンは決めていきたいですね。ほい、倒し方が下手すぎて尻尾に入んないんだが、はい、一応回避性能3も自動的についてるので方向は軽く避けられると思います。
ただね、避けちゃうとね、渾身がね、一旦発動なくなっちゃうんで、やった。あんまり回避行動は取りたくないっていうのが正直なところですよね。オッケー、来ました。頭ですね。頭の大ダウンが取れました。よいしょ、尻尾行きまーす。いや、気持ちいい。これ一発あたりに93度か96度が出ちゃうのがやばいですよね。大ダウン、尻尾の大ダウンが取れました。よいしょ、よいしょ。あ、これ通常弾じゃん。そう、あの弾丸節約がないんで、すぐに弾がなくなっちゃうんでね、それだけ気をつけてください。今みたいに、私みたいにね、通常弾を撃ったりしないように気をつけてください。よいしょ、お疲れ様です。通常弾撃ってなかったらもうちょっと早かったかな。4分14秒。いや、早いですね。もうちょっと通し方を勉強して、ちゃんとやれば3分台も全然夢じゃない感じがします。ぜひぜひ皆さんもこのマムタルトさんの鑑定武器、黄金の石弓雷で氷結弾を撃ってみてください。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。また新しい装備が更新次第、動画でご紹介したいと思います。励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。